開発者たちの思い、そして技術の結晶が詰まった革新的衛星技術実証3号機。目指す理想の未来とは。革新的衛星技術実証3号機の超小型衛星は3機。その一つが金沢大学の古陽だ。大学衛星プロジェクトとして学生を主体に小型衛星の開発を行っている金沢大学が今回挑むのは重力波天体の X 線観測。2つの星が合体してブラックホールが誕生するときには重力波という時空の歪みの波と同時に X 線が放射される。古陽はガンマ線バーストなどの突発的な天体現象を捉え、ブラックホール誕生の謎に迫る。古陽が搭載しております X 線観測装置っていうのは、 X 線を発生させる突発天体の方向というのを非常に高精度で検知することができますので、それを世界の天文学者に知らせることで追観測を可能としてもらう。今回のミッションで最先端の天文学の科学的成果を上げることを目標としている。革新的衛星技術実証3号機が目指す理想の未来。その宇宙理工学の人材を育成するために今回の金沢大学衛星1号機である古陽を題材としているんですけれども、で今後はその打ち上げが成功した後にその学生に対して衛星の運用を実地で体験させながら宇宙理工学の教育を継続的に行っていけるというところになるかと思います。理工学一体での人材育成を通して行うのは世紀の謎解明への貢献。大発見に向けて古陽は宇宙に飛び立つ。